おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。誰さ。何か分かったら連絡しろよ。あまり無茶すんなよ。やんのか。Yeah.
お久しぶりです。おお、キリュウか。はい、先日出所してまいりました。で、セラの葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ、この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？キリュウだ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると？情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか？何だと？お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は恋を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と黄河を泳ぐ恋は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った恋は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。
許してくれ。あの、
待ってるぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
のコース復活。みんなリタイアするんじゃないぞ。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ。巨大な壁を枯れ頼んだぜ。俺のドンパチ。この時を待っていたよ、カズマ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。みんな位置につけ。レガティーゴー。リタイアするには早すぎるぞ。なんと僕の走りについてこられるかな。なんということだ。こんなはずでは。急ぎすぎだよ。ここでいいレースだったよ。リベンジなら24時間受け付け。この注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。カウントダウンが始まるぞ。レディーゴー。スタート。僕の走りについてこられるかな。いい調子だ。やるねカズマくん、楽しくなってきたよ。早いな。気するんだカズマくん。よく持ちこたえたね。さすがカズマくんといったところか。このまま勝ちで。そうカズマくん、このままだリタイアだぞ。さすが復帰するんだカズマくん。なんということだ。こんなはずでは。まだまだカスタマイズが甘いね。カズマくん、腕がなまったのかい？次。
ま、注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。まもなくスタートだ。集中集中、レディーゴー。ヘッド、僕の走りについてこられるかな。先行くぜ。もっと僕を倒す。この僕を抜けなんて、やるねえか。復帰するんだカズマ君。よく持ちこたえたね。さすがカズマ君といったところか。早いな。少しも復帰するんだカズマ君。なんということだ。こんなはずでは。まだ悪夢、急ぎすぎだよ。この時注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。みんな位置につけ、レディーゴー。スタート。僕の走りについてこられるかな。いないし、やってました。まだそんな力を残していたのか。いい調子だ。いないし、全速前進だぜ。君の力はそんなものじゃないだろう。本気を見せてくれ。まだ終わらない。なかなかやるな。なんということだ。こんなはずでは。ここで終わる気じゃないだろう。次の挑戦楽しい。カズマ君、腕がなまったのかい。カズマ君、腕が…
注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。スタート。僕の走りについてこられるかな。カスタマイズが良かったな。少し油断していたな。でもここからが本番だよカズマくん。いけるぞ。やるねカズマくん。楽しくなってきたよ。カスタマイズが良かったな。カスタマイズが良かったな。カズマくん復帰するんだ。カズマくん、さすがの気合だねカズマくん。全速前進だぜ。このままかフルスロットルだ。なんて気迫、さすがだね。俺の勝ちだ。おめでとう。あの頃を思い出すいいレースだった。ありがとう。ふん、俺の勝ちだ。かっ、多くのマシンが中心にそびえ立つ巨大なループ。頼んだぜ。俺の17。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。熱いレースの始まりだ。レディー。立たせてもらうよ。ゴー！少し出遅れたか。ポケサーなら下げてるぜ。下校も大歓迎だぜ。みんなのカスタマイズが光っている。いいね。素早く体勢を立て直そう。嵐の前の静けさなのか。いいねいいね。
何が起こるかわからないのがポケサーだ。まだ終わらない。足元を救われるなよ。押せ押せ。なかなかポケサーなら警告しても見てた。あーっと体勢が崩れている。大スパーッと飛び出しそうだ。いつの戦士も一気に最大だ。ライバルマシンもぶなんということだ。こんなはずでは。カズマ君コースアウト。勝利を逃してしまった。リタイアしてしまった。人生のこのまま行け。勝者はタグ。あ？注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。熱いレースの始まりだ。レディー完璧なはず。ゴー！スタート。少し出遅れたか。耐えろカズマくん。おっとカズマくんの試合がマシンへ伝った。ということだ。こんなはずでは。なんとここでカズマくんがコース。よし。あ？注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。熱いレースの始まりだ。レディー。完璧なはず。ゴー！少し出遅れたか。みん
なのカスタマイズが光っている。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。そろそろ本気出すか。嵐の前の静けさなのか。みんなやるな。足元を救われるなよ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。嵐来るか。逆転。おっと体勢が崩れている。大丈夫なのか。おっと踏ん張れるか。これが風間くんの気合いだ。あっとパンチギュースか。なんということだ。こんなはずでは。風間くんコースアウト勝利。あ、多くのマシン注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。カウントダウンが始まるぞ。立たせてもらうよ。ゴー！少し出遅れたか。みんなのカスタマイズがおっとマジギュッか。これが執念の走りだ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。足元を救われるなよ。乗ってるぜ。そろそろ本気だ。嵐の前の静けさなのか。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。なかなかやるな。みんな、あーっと、踏ん張れるか。クズの精神でコースに最大だ。カズマ君、ベーストが、おっと、ライバルマ君のブーストだ。君レースが加熱する。これがカズマ君の気合いだ。すごい攻防戦だ。目が離せない。レースも後半戦に突入。さあ、差し掛かるは急コーナー。みんなやるな。何が起こるかわからないのがポケサーだ。足元を救われるなよ。嵐の前の静けさなのか。いいねいいね。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。そろそろ本気だ。乗ってるぜ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。いよいよファイナルラップだ。スピードが鍵だ。逆転へのブース。あーっとカズマ君の気合がマシンへ突き合ってしまった。こんなはずでは。カズマ君コースアウト勝利。勝者はタクマ君。あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。
身が注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。まもなくスタートだ。集中集中。レディー。完璧なはず。ゴー！ゴー！少し出遅れたか。いけるぞ。このまま行ってくれ。嵐の前の静けさなのか。何が起こるかわからないのがポケサーだ。そろそろ本気ですか。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。まだ終わらない。みんなのカスタマイズが光っている。このまま行ってくれ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。お待ちかねの逆転へのブーストだ。おっと、カズマ君の気合がマシンへ伝わっているようだ。これがカズマ君の気合だ。まだ終わらない。ライバルマシンもブーストだ。一気にレースが加熱する。いまいち。嵐の前の静けさなのか。いまいち。スピードが鍵だ。あーっと、スピードが落ちている。回りきれるか。止まるかに見えたが、レースが来て出したんだ。もう失速している。ここで止まってしまうのか。一度は失速するも、カズマ君気合いの加速だ。乗ってるぜ。失速している。ここで止まってしまうのか。一度は失速するも、カズマ君気合いの加速だ。乗ってるぜ。やってしまった。こんなはずでは。周回遅れとなり、無念の乗車。あ、注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。熱いレースの始まりだ。待たせてもらうよ。ゴー！ゴー！踏ん張れるか。少し出遅れたか。飛び出しそうだ。これが執念の。あーっと、このままではコースアウトしてしまった。ということだ。こんなはずでは。なんと、ここでカズマ君が。あ？一筋縄ではクリアで。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。最高の走りを期待してるぜ。レディー。待たせてもらうよ。ゴー！少し出遅れたか。体勢が崩れている。大丈夫なのか。いいね、いいね。いつの精神でコースに最大だ。あーっと、飛び出しそうだ。なんということだ。こんなはずでは。なんと、ここでカズマ君がコースアウト。いいね、いいね。残念。勝者は。ん？
注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。最高の走りを期待してるぜ。レディーゴー！ゴー！スタート！踏ん張れるか！体勢を崩しつつも華麗な立ち直りを見せる。いいねいいね。マッチキュースだ！耐えろ！勝利への執念でレースに復帰したぞ。ちょっと下がろう。とりあえず殴らせろ。ほら、うっしゃ。ほら、うっしゃ。なあ、くそ、ほら、ガテンや。くそ、ほら、なあ、ほら、ほら、錦山がここに。ああ、はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。サイの河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでし
おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか、まずいぞ、キリュウ、追いかけよう。キリュウちゃん、急いでハルカちゃんを追いかけないと。キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何、本当か。あ、はい、すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった。ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか、あいつはまだ店にいるのか。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。ああ、怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで。七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。どこで見た。七福通り沿いの駐車場だよ。いらっしゃいませ。
が気に入らねえ。邪魔だ。お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません、さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った。どこかの公園とか、携帯で話してました。聞き込みで遥の足取りを追うんだ。おい、そこのお前、アイスクルから金よこせ。後悔する。金貸してくれよな。お金ちょうだいよ、お金。邪魔だ。しっかりしろ。邪魔だ。
は。聞き込みで遥の足取りを追うんだ。勘弁してください。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。
お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが。クソ、浅井が腕を撃たれた。どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。う
水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、はるか。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。おじさん、私もう大丈夫だから、どこか行きたい。本当に大丈夫か。うん、元気だよ。腕も大丈夫だから、ね。分かった。無理するなよ。うん。早いよ。キリュウさん。お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。
そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。どうしたの？おじさん、私もう大丈夫。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。わかった。うん。私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか？うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ふん、ああ。ねえジャッカルさん。うん？私ファンなんだ、握手して。うるすんだよガキが。ふん、何にも知らねえで。くそ。おい、お前ガキに手あげるとは最低だな。なんだお前は、このガキの親か。ふっ、ちゃんとしつけぐらいしておけよ。お前に言われる筋合いはねえよ。ひょっぱらいのうさんくせえボクサーよりはマシだ。あ？お前誰に向かって口聞いてんだ。俺を怒らすとただじゃおかねえぞ。酒に溺れた男に負ける気はしねえよ。口だけじゃなく手出したらどうだ。音速の右なんだろう。てめえ
言わせておけば。じゃあ望み通りにしてやるよ。何者だ？同業なのか？いや、ボクシングの経験はねえ。リングじゃ俺が負けてるかもな。ふん。でも、素人に負けてるようじゃ、俺もいよいよおしまいだな。そんなことないよ。ジャッカルは強いよ。明日、タイトル戦じゃないですか。そろそろ引き上げられた方が。タイトル戦？ああ、やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったら、なんでこんなところで飲んでたんだ？いいんだよ、ほら。どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったな、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。ねえ。ああ。ええ。
いらっしゃいませ。ほほ。ありがとうございます。何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけどいいかしら。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込ん。いらっしゃいませ。勝負。グニの半。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、張った張った。じゃあ威勢のいい子だ。じゃあ入ります。さあ、張った張った。なんだろう、これは。じゃあ、長半駒揃いました。ピンゾロの長やるね。入ります。さあ、立ちました。王者、これは長。長半駒揃いました。ピンゾロの長よー。やっぱりダメか。入ります。さあ、ハンダルだ。これは長。長半駒揃いました。武三の長やるね。入ります。さあ、立った。これは長。長半駒揃いました。四六の長やるね。入ります。さあ、立った。なんだろう、これは長。長半駒揃いました。武士の半。残念だったな。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、
3。入ります。さあ、カタカタ。これは、ハン。長藩駒、揃いました。二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。あっ、だだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。ちょっと待った。もう勘弁してくれ。さまあやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。遥かをサイの河原に預けに来い。
おじさん、私もだ。本当。うん。わかった。うん。いらっしゃいませ。いいな。ありがとう。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ほう、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いいな。ありがとうご。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
楽しくないでしょ。おお、他行くよりうちがいいですよ。ああ、いらっしゃい、お客さん。お、これは珍しい、お子さん連れですか。ああ、こいつがジャッカルのファンなんでな。ああ、そうですか。そりゃ見る目があるね。明日のタイトルマッチはジャッカルで間違いないですよ。そうか。相場はどうなってんだ。ジャッカルは今まで22戦21勝20KO を、今じゃ日本に敵はいないですからね。鉄板の 1.5 倍ですよ。ほう。相手のマギー吉村は5回防衛していますが、全部ギリギリの判定勝ちですから、まあ勝ち目はないでしょうね。だから 10.5 倍のオッズになってます。ちなみに引き分けで防衛の場合は 5.4 倍のオッズです。ずいぶんあからさまなオッズだな。まあ今のジャッカルは無敵ですからね。これでも結構倍率が高い方ですよ。それでどうします、お客さん。ではジャッカルに賭けよう。ただし八百長抜きの試合にな。あ？お前の仲間が八木沢にやられたらしいが、それをネタにつけ込むとはゲスな奴らだぜ。何？さっきも言ったが、この子は八木沢のファンなんだ。子供の夢奪っちゃかわいそうだろ。悪いが店ごと潰させてもらうぜ。客かと思ったらそういうことか。ガキ連れのてめえに舐めてもらっちゃ困るな。お前ら二人とも試合前に東京湾に沈めてやるぜ。工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。あ、ジャッカルに50万側近で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は賭け試合じゃなくなったぜ。あ、ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいのか。礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。
しくないでしょう。お客さんどうです？遊んでいきます。ませんか？ちょっと見てていい？キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、ハルカを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。そうか、自分ではよくわからねえが。俺なんか見てみろ、白髪がどんだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね、そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうよ。ま、10年前より今の方がずっと男前だ、それは確かだぜ。ありがとうございました。レーナ、お前なんでここに？これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキと
ペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が殺せ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それはそう、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡し。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか？わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは？なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか？まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの？なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。
久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！
Oh!
失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に生きる。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。